はい、それでは本日のユニークキャリアラウンジ、始めていければと思います。ユニークキャリアラウンジ第298回を始めていきたいと思います。本日、司会を務めます、高尾と申します。よろしくお願いします。えー、番組の後半では、皆さんと Q&A の時間も設けておりますので、チャット欄からどしどしご質問いただければと思います。本日のゲストは、江口のどかさんです。江口さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、本日朝からありがとうございます。 <laughs> はいえっ、ー、とちょっとこのねユニッケルラウンジっていうのが朝の8時から9時のお時間1時間ですね番組撮らせていただいていて、えー、と江口さんの生い立ちから、えー、と現在の活動までっていうところをいろいろと深掘りしていければと思っておりますのでよろしくお願いします。 それではまずはじめに江口さんの今の活動だったりとかどんなこと頑張ってるのかっていうところについてお伺いできればと思うんですが今はどんんななことをなさってるんですか今は京都府で簡単に言いますと鹿肉の販売をしている会社を、えっと、去年の10あ2019年11月に立ち上げて <laughs> そこであの鹿肉を売ってます。 ありがとうございます<え>2019年の11月に立ち上げられたっていうことなんですね。はいはい、なんかそれはこうどういったきっかけあの後ほどまた詳しく聞いていくかなと思うんですけれどもなんかどんんなきっかかけでで始められたんですか2019年は私が大学4回生の時になるんですけど、はい、まあ大学のゼミの、えっと、仲間と一緒に起業した学生ベンチャーとして。 の会社を起業したという形になります。なるほど、なるほど。じゃあ、そのゼ,ゼミの、えっと、仲間と一緒に起業を始めたということで、じゃ今、続けられて、大体一年と半年弱ぐらい、という感じになるんですかね。はい <laughs> 分かりりまましたありがとうございますそのあの仕事の、えー、と企業のこうきっかけみたいなところについてもまた後ほど詳しくお伺いしていければと思うので、まあ、ここからは、えー、と原点に遡ったお話を早速いろいろお伺いしていければと思います。 現在はあのベンチャーの、えー、と会社を立ち上げて学生ベンチャーとして、えー、起業されておりますが、まあ、そこに至るまでの過程に、えー、と触れながらあとは今後のどんなことを挑戦していきたいかについてもお話をいただければと思います、うん、ではここから、えー、過去についてもいろいろお伺いしていきたいんですけれども、えーとまあ、こう今、えー、とおいくつですかね今 23, 23, 23年前ぐらいまでキャーって戻してお話をいろいろお伺いしていきたいんですけれども <laughs>、えっと、生まれた頃まあ子供時代っていうんですかねいわゆる幼少期に、えっと、ご自身がどんなお子さんだったのかっていうところについてお伺いしてもよろしいですかはいどんな子やったか、うん、そんなやんちゃでもなく <laughs> そんな人と違ったことをするわけでもなく本当に普通っていうかこう 褒められることをこう望んでたって言いますかなんかうん,、うん、なんていうですかねこう、うん、いろいろ勉強とかスポーツもある程度はできる方やったと思っててそれもこう褒められるために頑張ってるみたいなところはありました。なるほどなるほど。じゃあこうどっちかっていうとこう,とてとこうなんていうんですかねあのすごい周りの,あの、まあ、方と。うん まあ比べてこう、まあ、いろんなことができるというか、うんとうん、そういう感じだったのかなとも思うんですけれどもなんか例えばなんだろうな印象的な思い出だったりとかなんかいやこ結構こういうのがなんか自分のキャラ的にあったよなみたいなのとか、うん、もしあれば教えてもらえればと思うんですがどうですか、えっと、4年生小学校4年生から6年生にかけてもう陸上競技に目覚めたんですけど。はい、あそうなんですね なんかそれもまあ親の影響で最初始めたっていうのがあってうん、うん、で駅伝がちょうどあって、はい、でその時にまあ本当に男の子と接戦するぐらいの,、はい、あの力があってでそこでの先生の出会いで陸上始めた方がいいっていうかそっちの道にした方がいいよっていう一言でもうそれに没頭しましたね。そこからななるほどなるほほどど じゃあその小学校四年生の時にえっ、ー、と陸上を始められたっていうことだったんですかね。はい、うんうん。うなるほど。ありがとうございます。じゃそこからこう陸上に没頭していった、まあそれが印象的だった小学校時代だったのかなと思うんですけれども、これはご両親の影響で始められたということなんですね、はい。そうですね。どちらもあの陸上はしてて、はい、えーね。それで始め、なるほど。なるほど。 じゃ結構あれなんですかねじゃあもうほんとご家庭ではこう陸上の話だったりとか一緒になんかそういうことやる機会が多かったりとか、うん、そんな感じなんですかね。今でも毎日駅伝見て毎日っか <laughs> お正月とか駅伝見たりとかしてそうなんですねなるほどなるほどありがとうございます。じゃこう陸上一家という感じであの陸上に没頭された小学校時代を過ごされたと思うんですけれども。うん ここからまあこう中学校に入っていくということになると思うんですけれども中学生時代に印象的だったことだったりとかああこういうことあったなっていうことってもし覚えてることあればぜひ教えていただければと思います。中学の時もそのまあ小学校の先生の影響で陸上部入るんですけどまた、うんはい、そこにも強烈な先生がいてて先生と出会わなかったら私の人生 土台も作れてないし、うんうん、こんなあの充実した中校遅れてないなとは思うぐらいすごい熱くて、で、まあ女性の先生なんですけど、うん、本当にこう野球されててご自身は、はい、ええー、すごいですね。アッスリー系の先生で、うんうん、で、まあ陸上を教えつつもどっちかっていうとこう人間力っていうか、うん、まあ礼儀であったりとかそういう、うん、まあ。 心の部分をすごい教えてくださる方で、そこはすごい。もう一番占めてましたね。部活動が私のそうだったんですね。はい、なんか。ちなみにその中学校自体はこう地元の中学校に入られたっていう感じなんですか？あそうです。地元のうん、うん、じゃあこう、はい、たまたまというか、こうちゃ先生を狙っていったわけではなく、ね、巡り合わせでその先生に出会われたっていうことなんですね。 はいあの中学校が3つあって地元に、はい、で選べるんですけど、うん、はい大体私の小学校からみんなが行くところには行かずにその先生目がけて私は違うみんなとは違うあの中学に行きましたあみんなの行くところとは違うところに行くって結構意思決定をされたんですね <laughs> そうですねそれはもう先生のことはすでにご存知だったということなんですか一回新聞にの っておられるのを見て、はい、でこのこんなすごい熱い先生が近くにいるなら、うん、そこで学びたいと思って、その違う方に飛び込みました。なるほど。そうすると、まあ、こう普通はこうなていうんですかね、学校内の中学校だとあんまり環境変わらないじゃないですか。まあね、友達もまあ引き継いでいますしね、うん、みたいな感じだと思うんですけど、そうするとじゃあ周りの環境とかもこうちょっと変化したっていう感じだったんですか？ ガラッと変わりましたねどういう感じで変わったんですか、はいうんまあ、友達全員知らない子ですし、うん、でもその友達たちはみんな小学校ごとこう上がってきてるので最初、うん、はすごい不安もありましたけど、うんうん、でも今となったらその小学校の友達も中学校の友達も全く別なんでうん,、うん、なんかいっぱい友達いるみたいなお確かにはい多いのですごい、うん。 今もそういったこう友達とはつながりがあったりとかされるんですかそうですね今はあのこの仕事場の方に引っ越してきてるんですけど、うん、あの実家帰った時はご飯とか、うん、まあコロナがあってあんま行けてないですけど、うん、行ったりとかはしてます。じゃあこう、まあ、すごくポジティブに捉えるとこう小学校も中学校もこう別のお友達ができて、うん、まあすごく充実されてたっていうところですよね。<laughs> うんうん、ありがとうございますで、あのーまあ、引き続きこう陸上競技というところでかなり充実した、えー、中学校時代を送られたのかなと思うんですけれども、まあ、ここから高校生になられるというところで、えっとまあ、高校ってまあこう、まあ、選択の幅があるようでないようであるみたいな感じで、うん、こうまあ いくつかこう選択肢の中から、まあ、自分でどういう風な方向性の学校に行くかっていうことを考えられたりするのかなと、えー、想像したりもするんですけれども高校時代はこうどういった高校に行かれてとかっていうのはあるんですか高校時代もまず第一に陸上が強いところをまあ目指しててでその中陸上だけでもやっぱり生きていく上ではダメじゃないですか。 でまあ勉強もある程度っていうところであの、まあ、地元とは離れたところなんですけど、まあ、すごい勉強がもう本当にみんな国公立行くとかそういうレベルのところまで行ってしまってでそこの高校を受けたら受かってなのでもう陸上もすごい全国レベルやし勉強も本当にすごいレベルが高いっていうところにいました。 なるほど結構じゃあってことはあの冒頭にもおっしゃられていた通りやっぱりその勉強もスポーツも、まあ、こうどちらもこうそつ、まあ、なくっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、こう,うまくい、あのー、って、まあ、それであの高校に入られたっていう感じなんですかね。ういでじゃあこう地元から離れた学校に行くってなると結構通学とかも大変だったんじゃないですか、うん まあ電車で電車圏内ではあったので、うんはい、ただ朝練の日とかはすごいもう早かったりとかあどれぐらいの時間だったんですか毎朝5時半ぐらいになっててああ<ー> <laughs> そうなんですね <laughs> そっかそっかじゃあ結構こうでも毎日部活あるみたいな感じだったんですかね,そうです,ねですごいもう進学校やったんでなんか勉強も夜の7時ぐらいまであったりとかしてでその後部活とかやってました なるほど。なるほど。じゃあ7時まで勉強して、そこから部活やってみたいな感じだとかなりハードでしたよね。はい、きっとかなりハードでした。今は絶対できないなと思います。<laughs> そうですよね。あなるほど。なるほど、ありがとうございます。じゃあこうなんて言うんですかね。こうタフさの源泉というか、うんと。まあその素地みたいなところは、こういったところで作られてるのかもしれないですね。うんうん なるほどでまあ、高校に入られてこうさらに陸上も勉強も本格的にというふうになっていくかなと思うんですけれどもなんか高校生活で、まあ、特に印象的だったこととかってもしあれば教えていただければと思います。なんかもう高校生活でこう自分の姿が 見えたっていうか本当にもう部活ってなったら部活しかできなかったりとか、うん、もう勉強ってなったら勉強しかできないタイプだなって自分で気づけたのが高校時代かなと思ってて、うん、本当に、うん、今考えたら勉強全然してななかったなと思います進学校、はい、やっただけに、うん、あのみんなすごいもうバーって進んでいくんですよ。 量の速度がで自分がそれにもついていけないって分かった時点であっやる気なくなったと思っちゃって <laughs> 勉強の方では本当にあ,のあんまり頑張れてなかったなと思うんですけどその分陸上が、まあ、ほとんど毎年全国インターハイ行くみたいな感じでっていろんなまあ競技陸上でもあるんですけどその中でも 400m させてもらってて。 私は、まあ、あの3年生の時にリレーで全国大会連れあの行ったんですけどそれがやっぱり一番ですね部活動で全国を目指すっていうのが、うん、もう高校時代の一番でした。 なる,ほどなるほど。なるほどまあ、こうまあ、全国インターハイに行かれるぐらい。すごくレベルの高い学校でで、ご自身もあのきちんと全国まで行かれてっていうところで、まあ、じゃあ大きなこう目標を果たすことができた。学生生活だったという感じですかね。はい、ありがとうございます。その何て言うんですかね。まあ、こう毎日こうまあ、やっぱり。 勉,あの勉強もやりながら、えー、と部活もされていくっていう、まあ、こうたから聞くとかなりタフだなっていう印象を持ったんですけれども、はい、まあそれでもこうずっとあの続けてこられた部活を、うん、えと続けてこられてかつこう成果を出されてきたっていうのはなんかどうしてそれができたんだなって今振り返って思いますかやっっぱり負けけず嫌いっていててうののが一番強くそれは小学校の時からなんですけど、うん まあ何でもやりきりたいっていうのとか人と違ったことをしたいとかんかったですなんか陸上してる人ってすごい背が高くて背が高いといか足が長かったりとかあの手が長かったりとかすごい有利な部分もあるんですけど私身長ちっちゃくて150ぐらいしかなくて。 私もちょっと人より短い中で、うん、こう先生からもそういうお前が全国に行ったら後輩とかいっぱい希望とか夢を持たせれるからっていうのをずっと言われててそれなら自分が姿でこう見せたいなっていうのが強くて頑張れました。な、うんうんうん、なるほどなるほほどど結構その まあ今あの、まあ、その先生っていうお話もあったんですけれども結構その人との出会いっていう観点で、えっと、高校時代はいかかがでしたか高校時代もすごい恵まれてましたね高校の陸上部の顧問の先生もですし、うん、担任の先生とかも。うん 他の子は部活動してなくて本当に勉強ばっかりしてる子やったんで、うん、なんかそっちの進学校とかの情報ばっかり高校にあったんですけど、うん、こう私に向けて、私に合った大学っていうか、進路とか選択肢とかすごい準備してくれたりとか、周りにはすごい恵まれてますね。なるほどありがとうございますなんか なすかこう今までいろいろな方にインタビューとかしてるんですけどやっぱりこう周り特に、えー、と同年代ではなくその教える指導者だったり、うん、えと教師だったりっていうところに恵まれるのって結構一生才能だなって思ってるんですねやっぱりなんて言うんですかねもう私とかどっちかっていうとこう先生とはまあ対立しちゃう方のタイプだったんですけど、うん、なんかこう、うん、やっぱり先生に「応援される」だったりとか「あこの人 本当にいい詩だなっていうふうに、う詩として仰げる、えー、と方に出会えてきたことって、多分なんか偶然だけではないんだと思,思ったんですね、うんうん、今お話をお伺いしてて。なんかそういうふうに、こう、なんていうんですかね、なんかご自身が。 なんか周りの方、まあ、特に、えーとまあ、指導者の方とこう巡り会えてきたのは何か秘訣があるのかなって思ったんですけど、うんうん、何かそのなんていうんですか特に目上の方とコミュニケーション取られる上で何かこう意識してることだったりとか、まあ、こういうところがあるんじゃないかなみたいなのってありますか、うんうん、目上の方とコミュニケーション取るとやっぱり先生だったら、まあ、先生って結構中学も高校も怖かったんですけど。うんうん でもやっぱりこっちがこう話して聞かないと先生もた頼ってほしいっていうか <laughs> 先生も多分頼られたいっていうのもあるしもうこっちから行かないと先生は答えてくれないし先生ってすごいもう何十年も自分たちの先輩なわけでいろんな生徒を見てこられた中でなんかもうすごい先生とは今でも仲いいですしなんかガンガンこう、うん 行きますね怒られてもいいから行くみたいな。こはな,そのなんていうんですかね怒られてもいいからこう、まあ、きちんとこう頼っていくだったりとか、うん、話していくっていうところがすごくできる方できっとこう、まあ、今その、まあ、いろんな生徒を見てこられてると思うからっていう話があったんですけどやっぱりこう自然に何ていうんですかねこう自然にこう先生を尊敬できるというか。うん まできてるからなんだろうなっていう風うに思ったんですけど、結構あれですかね？なんか幼少期からなんか周りに大人が多い環境だったりとか、結構人との関わりが多いようなこう。<ー>育ち方されてきたっていう感じなんですか？結構どうですかね？実家は親が私京都にいるんですけど、親がどっちも京都ではなくて。はい 長崎とか兵庫とかまた別々のとこだったんで実家におばあちゃんおじいちゃんがいるとかもなくでもまあ,あの母の職業柄地域に根ざしたあの老人ホームみたいなところに働いてるのでうん、うん、そこの方がすごい声をかけてくれたりとか周りでこう同世代も多かったのもあってこう気にし合える関係っていうか。 うんうん、常にこう近所でコミュニケーションを取られている関係というのではありました、ね、なるほど、なるほど。結構、いろんなあの、まあ、環境で、まあ、皆さん生まれ育っていくというところはあると思うんですけどやっぱりこう人とのこうつながりがまあ多くてなんかこう気にし合える関係とかがまあ自然にあると、はい、そういうふうにこう人にまあ頼り、頼られっていることができるんだろうなということをちょっと感じました。 まあここまでこう陸上を中心にすごく充実した学生生活を送られてきたかなというふうに思うんですが、まあ、ここからさらに大学受験というところが入ってくるかなと思います。まあ、部活かなり充実されてたと思うのでまた新しいこう頭の使い方だったりチャレンジになったんじゃないかなと思うんですけれどもこちらに関してはこうどういうふうに捉えてなんかどういうふうに挑戦していかれたんでですか、えっと、もう陸上は高校でやめよううと思っててあそうなんですか そうですね、やっぱもう全国に行ったっていうのもありますし、うん、やっぱりなんかもう一回高校3年生で終わって、うん、ちょっと夏で終わって、うん、ちょっとこう朝ぶさんが入るともう陸上やりたくないもう本当にやりきったっていう気持ちが強かったので、うん、もうやるっていう選択肢は全くなくて新しいことをする上でうん、うん、その時は福祉系っていうか。はい まあ親の影響もあってその、うん、高齢者と関わるとかそういうあの学部を目指してて、うん、はいなのでまあそうですね新しいことを始めようとは思ってました大学になってからなるほどで。じゃあそういうこう福祉系だったりとかまあそれはごあの親御さんの影響もあってまあこう。 いかにこう福祉系の、えー、と大学を選択していくかっていうところになっていたと思うんですけれどもなんか大学入試自体はこう何か印象に残っている出来事とかってあったりしますか、うん、大学入試がまあ高校3年間ほぼ勉強もしなかったので <laughs> 本当にボロボロで、うん、なんかまあ高校の なんですかまあ一応レールに乗っ取ってセンター試験受けて、うん、何時出してとかあったんですけどうん、うん、本当にもうなんていうんですかねそれまで経験したことがないような,、うん、なんか失敗っていうか,、うん、かそれまでは結構何でも頑張れて、うん、何でもちょっとそれなりにうまくいってっていう人生を20年ぐらい歩んできてたのでうん、うん、の大学入試っていう時に。 本当に何か自分に選択肢がないっていうか勉強できなかったら何かこんなにこう何か周りからも言われたりとかなんで。 勉強頑張れへんかったんやみたいなのはすごい思った時期でしたね。失敗<ー>し,っしまってってなくて、まあ、今まであのお話もやっぱりお伺いしてきたすかり勉強という面だけじゃなくてこう、まあ、スポーツだったりとか周りの方との関係だったりとか、まあ、結構こう、まあ、そつなくこなせるタイプだったっていうところがきっとあるんだろうなと思ったので、うん、まそういう。 あ私,私はもう大学受験あの受けた瞬間にもう絶対に二度と人生の中で絶対受けないと思ったんですけど <laughs> <laughs> もう絶対にずっとやらんと思ったんですけど <laughs> そうなんかじゃそこはでもあの現役で大学行かれたんですかそうですね一応私立<あ>の方なんですけどはいそれはこうなんていうんですかね入られたのでいうと福祉系に割とこう近いようなえっ、ー、と。 学学部といううかか大学だったんですかそうですすそね福祉系とかなんかいろいろ政策学部っていうところなんですけど、はい、福祉系もあるしいろんなこう、はい、社会課題学んで人の役に立てるとか、うん、何か社会の役に立てるっていう学部に入りました。うん 福祉っていうところだけではなくてその政策っていうところに関わっていくってなるとやっぱりこう社会に向いて結構意識が向いてたんじゃないかなと思ったりもしたんですけどなんかそういうことを結構考えられたりとかしたんですかやっぱ小さい時からあの「人にありがとう」って言われたりとか。 言われるののがすごい嬉嬉ししくて、うん、嬉しかったので、うん、まあ大学、うん、結構なんか時間があるイメージがあったんで、うん、なんかボランティアしたりとか、うん、いろんな活動に参加したいなっていう思いがすごい強くてなるほどわ、うん、かりました。じゃあ結構そのまず勉強っていうところではあのご苦労だったりとか、うん、まあちょっと嫌だなっていうふうに思う面もあったのかもしれないんですけど、まあ、入った学部としては結構こうご自身の課題感だったりとかやりたいことに結構かなってる。うん 国に入れたととといいううこでですよねですね、はい、なるほどありがとうございますで、えっと、大学にご進学されてというところで、まあ、大学生になっていくというところでまた新しいねこう、まあ、周りの関係だったりとか勉強だったりとかっていうところに移っていくのかなと思うんですけれども、はい、大学時代はこうどんな感じの、まあ、割合っていうんですかねなんかどんな過ごし方をされてきたんですか特に大学入った当初ですかね。当初はえー、と 大学受験失敗したのでなんかそんな楽しい感じでもなく大学にとりあえず入ったんですけど、うん、なんか入ってみたら本当に楽しくて 1>,、うん、もう1回生の時からバーンと楽しくなって遊びほとんど遊んでて1回生2回生の時は終わったりまくったのもありましたしでもその一方であの課外活動 もう半々ぐらいでやってました1回戦2回戦の時は。はい、なるほど。なんかそのじゃあすごい楽しいいろんな楽しいことをしながらも、まあ、その課外活動みたいなものもしながら、えー、と過ごされてきたというところで、うん、もうちょっと詳しくお伺いしていきたいんですけれども、うん、なんていうんですかね具体的にどんなことされてらしたんですか課外活動はなんかあの、まあ、それも高齢者、うん、高齢者に目当てた活動なんですけど。うんうん 集合住宅集,団地集合団地、はい、でほとんどもう高齢者しかいないっていうすごい大きい団地が大学の近くにあったんですけど、うんはい、そこで結構あの孤独死だったりとかあのその高齢者がもう孤独化してしまってるっていう問題が、うん、あの空全体で持ってはってでそこでなんでかなって考えた時になんかみんなが集まる場所っていうか。 あのよくそういう大きいところやったら集会場とかあると思うんですけど、はい、その集会場とか公民館が全然使われてなくてイベントとかもないから何も使ってないっていうのがあってうん、うん、でそこでもっとこうみんなが集まってみんな団地の方同士があの顔が見える関係を築けたらその孤独感とか、まあ、孤独死ってもしなってたとしてもすぐ気づいてもらえたりとか。 あるんじゃないかっていうので、そこでこう。高齢者みんなで集まって、なんかあのご飯食べたりとかイベントしたりっていうのを1回戦。うん、2>, 2回戦の時はしてました。なるほど、なるほど、それはこう。あのなんかちょっと具体的なイメージを持ってみたいと思ったんですけど、こう大学の中のサークルみたいな感じなんですか？それとも授業とかに紐付いた？えっと授業すら授業ではなくて、うんうん、もう本当に。 サークルっていうか単位が出ないんですけど課外活動をみんなでしてるそれはじゃあ同じ大学の方と集まってそういうの立ち上げられたみたいな感じなんですかその結構ずっと続いてきててもうそれに参加されてみたいな、うん、そうですねそのチーム自体もいろんなことをされてて、うん、ランチのことに関しては私たちが初めてやったんですけど、えーうん、他にもなんかあの有機野菜を販売したりとか。はい 他の高齢者施設で一緒に体操をしたりとか、うんうん、なんかいろんな活動をしてる中の一つとして。立ち上げました。そうなんですね。うん、じゃあ、いわゆる、こう、まあ、福祉系というかっていう緩い括りはあるものの。まあ、ご自身が、えっ、ー、と、とか周りの方で、このた、活動自体は立ち上げられてっていう感じなんですかね。はい、なるほど、なるほど。ありがとうございます。他には、なんか、どんな感じで、なんだろうな、なんか、されて、課外活動で、大体半分ぐらい。 っていうことうでしたっけ。そうです、ねうん。残り残りの半分はどんなことされたんですか、うん。バイトと遊びして。<laughs> えバイト何されてたんですか。バイトはもうえっと京都駅あ京都京都駅のお蕎麦屋さんで働いててなんかお蕎麦屋さんってなんかすごいあの何て言うんですかね古風なイメージあるかなと思うんですけど、うん、全然そんなことなくて、うん、もうずっとホールなんですけど。うん、はい。 も四年間ずっと同じところでやっててすごい。<laughs> おそば屋さんで働かれたのどんなきっかけがあったんですか？えもうたまたまですねそれも、うん、たまたまバイト探してて、はい、まかないありとか、はい、まかないとか、うん、<laughs> 通学のあの途中でもあったのでうん、うん、で調べててまあ、入ってなんか最初は結構周りの み,んなにそばやみたいな, <laughs> なんでそば屋みたいな言われたんですけど私しては全然そんな変わったことじゃなくて、はい、友達にも恵まれましたし楽しかったですすねなるほど,なるほどありがとうございますであ先ほど少し、えー、と課外活動っていうところのお話が出てたと思うんですけど、はい、なんかあこれすごい個人的に思うことなんですけど結構いろんな方にインタビューしてる中で、うん、となんか どっちかとというと関東の方とかって結構その自分の学びと,えっと課外活動だったりとかっていうのは完全に分離された形で捉えている方が多くて一方で比較的関西の方の方が学校で勉強していることとやってる活動とかが割となんて言うんですかねシームレスというかまあ結構つながってる。 つながって捉えてる方がなんとなく多いような印象があって、えー、で今回のお話も結構その入った学部に割と近い活動されてるなっていうふうに思ったんですけど学校での勉強っていうのはどういうふうにこうなんだろうな,なんか例えばゼミとかなんか学びを深めていく方法でいくつかあると思うんですけど、うん、学校の勉強とか授業とかについてはどんな感じだったんですか私もまさにその関西派で、うんあの もう1回戦2回戦の時に社会課題をいろんな社会課題を学んで、うん、それをどうアプローチしてとか、うん、結構机上の机の上での勉強が多くて、うん、いろんな自治体の話を聞いたりとか,、うん、なんか事例を見たりとかこういう課題に対してはこういうやり方もあるんかとか。うんうん 視野を広めるっていう感じの勉強を1回戦2回戦の時はしてて結構3回生から実践的なその研究に入っていくんですけどうん、うん、私が入ったゼミは NPO とか、うんはい、社会的な活動に価値を持つ社会的価値を持ってる活動を広げるじゃないんですけどどんどんしていこうということでその学びを実践的に。 本当にどこかの地域に入り込んで一緒にやったりとか実践的な学びっっていうのが多かったですフィールドワークをベースにした研究というところにあの3回生から入られていったっていうことだと思うんですけど、はい、このゼミ選ぶ時とかってきっとまあ、複数ゼミがあって選んでいくっていう形なのかなっていうふうに思ったりもしたんですが、はい、まあこういう,こう学びを実践していくっていう形を選ばれたのは何か理由とかっていうのはあったんですか やっぱりまあ高校時代はすごいこう机の上の勉強勉強でいかに自分の点数をどれだけ上げるかみたいな勉強やったんですけどでも大学のその1回戦2回戦の時にした勉強ってそれまで生きてきた中の勉強と全く違ってなんかこう答えなんかなくてどのアプローチをするとなんかより社会が良くなるかとか。 なんかその点数じゃないなんかこの社会って本当に点数じゃないなっていうのを1回戦 1>、うん、2>, 2回戦の時すごい学んで、うん、でも結局それを学ぶだけだったら社会って何も変わらなくて、うん、それをやる人がいないと、うん、あのやる人がいないと変わっていかないなっていうのがすごい感じていたので、うん、それはもう自分学生ながらも実践的にあの社会に対してアプローチできる方法っていうのを学ぼうと思いました。 なるほどもうおっしゃられていた通りで実際こう、机上の勉強で解決することってやっぱほとんどないので <laughs> まあそうじゃなくてこうどうアプローチをしていくのか、まあ、それは点数ということではなく、ね、実際にやっていくことに価値があるというところで、ね、えそういったゼミの活動を選ばれたと思うんですけど具体的にそのじゃ結構そのゼミとか課,題課外活動みたいなのがこう融合していくようなイメージなんですかね。ど、うん、どううなんんですかそうですねもう、うん、ほとんどが ゼミっていうか、なんかまあ勉強はあの単位取るためにいろいろ授業も受けたんですけど、うん、結局放課後はあの五時ま三時ぐらいから夜十時までずっとゼミとかを三回するの時ずっとしてました。五六<ー>時間ゼミとか結構ブラックな感じで。 そのゼミでの活動っていうのはちょっとイメージをあーのー、まあ、膨らませていきたいなと思うんですけど具体的にはこう皆さんでこうディスカッションしたりとか実際に実地に思いたりとかそういろいろまあ研究を深めてそこでも結構マナーあのパソコンでバーって調べたりとかして、うん、でも実際やってみようということで自治体に行ったりとか、うん、地域に出たりとかして。うんうん 私はあの食品ロスに関してすごい勉強してたんですけどゼミの時は、はいはい、食品ロスもこうまだ食べることができるのになんか捨てられてるものっていっぱいあると思うんですよ賞味期限がまだ切れてないのに捨てるとかなると思っててでそれを大学の周辺の地域でその各家庭にこっちが出向いてあの家に余ってる食材 眠ってる食材っていうか、うん、まだ食べることができるけど、うん、まあ出してるやろみたいな食材ないですかっていうのを聞き回って、うん、でそれを集めて無料で配布するっていう。うんえー、なるほどじゃあ結構こう、まあ、誰かがいらないものを、まあ、誰かにとってはいるものに変えていくような、えー、と活動されていたっていうような感じなんですかね。はい うんうんうん、ありがとうございます、えっと、冒頭にお話をしていただいたようにあの今現在活動されている、えっと、食品に関する活動っていうところは、えっと、かなりこうゼミの仲間をきっかけに、えっとうん、学生ベンチを始めていかれたっていうことなのかなというふうに理解してるんですけど、はい、なんか何て言うんですかね結構そういう話だったりとかじゃあ会社にしちゃおうみたいな感じの雰囲気みたいなのは。 なんんかか周りにあったんですかそうです、ね、もうその先生自体が結構新しいことを生み出すっていうか、うん、そういう先生で私の先輩にも何,何人か起業した先輩はいますしそんな特別なことっていうふうには思ってなかったですね自分も。う やっぱりそういうのってなんか周りの環境から価値観みたいなのってできてくると思うので <laughs>、はい、やっぱり起業した方がいらっしゃったりとか、まあ、先生がそういうのを推奨してるってなると、まあ、かなり心強かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、とはいえやっぱり起業していくことってすごい大変だなっていうイメージがやっぱりあったりするんですけど。うん うんとこうゼミの活動だけではなくこう自分たちでよりこうやっていくっていうことを決められたきっかけだったりとか、まあ、いつぐらいからそういうところに着眼されてたのかみたいなものを教えててももらってもいいですか、うんえっと、3回生ですかね就職活動って、はい、ぐらいから始めたと思うんですけどそ,それを始めるってなった時になんかそれまでいろんな地域でいろんな学生活動させてもらってたんですけど。うんうん なんかそれって学生が終わると同時に全部こう終わってしまうじゃないですか、うん、学生は地域から出ちゃったりとかでもその地域はまだ続いてるわけで、うん、なんかそこがもったいないなって思いもあったりとかあとは NPO とかボランティア活動もいっぱいやらせてもらってたんですけど、うん、なんかそこの限界性っていうかお金の面でもですし、うん、こう本当にいいことをしてはるのになんか。 やっってる方がそんなな元気じゃなかかたりとかなんかみんなこう自分の生活をもう切り崩して無理やり頑張ってるっていう感じで受け止めてしまって、うんうん、それならせっかくいいことやってるのでビジネスとしてそれを、ま、回せたらもっとこう持続的に循環するんじゃないのかなっていうの思いがあって何かこう社会課題をビジネスで解決する職業に就きたいなとは思ってましたね。 じゃあこう何て言うんですかね、まあ、3回生の時に就職活動を始められたと思うんですけど、まあ、その時はじゃあ結構その、まあ、社会課題をビジネスで解決するっていうところに割とこう着眼されて活動しようというふうに思われてたって感じなんですかね。あありがとうううございいますす、はい、実際にこう就活っていうこうちょってててる種、まあ、特殊なフィールドっていうんですかねやられて 見てなんかどう感じたのかとかと、まあ、それを受けて自分はどういうふうに、うん、えっと進路選択していこうという風に思われたみたいな、えっとはい、ところについても教えてもらってもいいですか就職活動っていってもインターンとか夏のインターンとかはいてたんですけど、うん、そんなあの3月1日から解禁されて始めるっていう時にはもうすでに起業を決めていて、うん、それもなんかゼミのみんなで就職活どうするとか話した時に。うんあの 同じような思いを持ってる子が二人いてて、二、はい、人はもう俺は会社作るみたいな、何をするかは決まってないですけど、うん、なんかそういう社会課題に対しての会社作るねみたいな話をしてて、うん、なんかもうそっちに完全に惹かれてしまった自分がいて。その方とじゃあこう一緒にジョインしてっていう感じだったっていうことなんですかね。はい、二、うん、人と私とでうんうん、うん。なるほどなるほど。じゃあその いわゆるこう、まあ、会社に入って、まあ、一般的なって言うとあれですけど、まあ、会社に入られるっていう選択と、まあ、自分たちで自分たちの手で何かしていこうっていうところで、まあ、大きく分けて多分選択肢があったと思うんですけど、まあ、こう自分たちで、まあ、会社を作って、えー、とビジネスで課題を解決していこうという方になんか決められた決め手っていうんですかね、はい、っていうのはどういったところにあったんですかうーんやっぱりなんかあの 今回いろいろさかのぼってて思ったんですけどなんか小学校の時からやっぱ人と違う方に行きたいっていうか <laughs> ぐれてるんいやいや,いや、うん、同じレールに乗りたくないっていうか自分にしかできなんことをしたいなって思いがすごい強くて、うんうん、せっかくその学部にいろんな巡り合わせで入れたなら、うん、その学部を出てでしかできないことをしたいなっていう気持ちがすごい強くて、うん、はい。 うんまあ、だしそういうご指向性の方は周りにもいらっしゃるっていうことですもんね。そうですすねねそれは強かったででな、ねうん、なるほどなるほほどどじゃあそこからじゃあこう社会課題をビジネスで解決していくっていうところに、まあ、挑戦されていくっていうことになると思うんですけど先ほどおっしゃっていただいたみたいな,なんかちょっとあの周りの方とかでこう何をなテーマにするかは、うん、どういうふうに決めていかれたのかなっていうところをお伺いしたいなと思ったんですけれどもその今あの。 まあ食品の領域で鹿肉、はいまあ、っていうところにフォーカスを当てられてるっていうことだったんですけどこれはどういったきっかけで、えっと、そこにえなんだろうなフォーカスが当たったんですかえっとそれもこう何をするかなって話してた時に昔にあのゼミ活動で京丹後訪れた時に、はい、ああ京,京都の,あのすごい北部の方なんですけど、うんうん、そこに行った時にあの獣害被害 ですごい鹿とかイノシシがこう捕まえられてるんですね箱とか檻とか罠で捕まえられてるんですけどこうそのまま捨てられてるっていうかそれを利活用その後お肉として利活用する手段がなくて本当にあのこにため息みたいなところにポン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 殺された死体が掘られてあのすごい体液とか匂いもすごいですしそういう現場を見て。 たいの山を見て、わーっていう印象がやっぱり強くて、3人とも。ね、あれってどうにかできへんのかなみたいな話をしてて、シカ、イノシシのお肉って調べてた時に、結構海外とかでは、すごいあの需要が高かったりとかするっていうのを見て、これは何かできるんじゃないかなっていうので、始めましたね。なるほど、ね。 じゃあこうまあ、今までの,その自分たちのゼミでのフィールドワークとかを通じて、まあ、結構インパクトが大きかったとかなんとかしなきゃとうう思われた領域に着手されたっていうことだったんですかね。そういう,こう着想を得て実際に具現化していくっていうところになると結構いろんな方の協力とかもいただきながら、えっと、やっていくっていう形になっていくのかなと想像したりするんですがそこからはこうどういったアプローチを取られていったんですか、えっと、そ,そこでやるってて決めて ただ鹿肉をこう販売するって決めても私たち狩猟の学校でもないですしうん、うん、そんな鹿さばき方なんて全然わかんないんでうん、うん、とりあえずどっかにこう教えてもらいに行かなあかんってことで、うん、あの徳島県の方に鹿ジビエ業界ですごい有名な方っていうか、うん、1>, 1人でされてるんですけど有名な方がおられて、うん、もう本当にそこに最初は1日だけあのお話を伺いたいですってことで。 京都から徳島まで3人で行って、うん、話を聞いてたんですけど本当に向こうもすごい歓迎してくださっててそういう仕事を選ぶ君らはすごいみたいな <laughs> すごい同じような気持ちを持って仕事されてる方で,、うんうん、で京都に一った戻ってきてこれはちょっと修行させてもらえへんかなっていう話をして、うん、3ヶ月ぐらい。でまあ、ダメ元で、うんあの 何でもするのでお手伝い何でもするので鹿のさばき方を教えてくださいっていうことで言ったら是非おいでってことで、うん、もうそこのお家あの、うん、おばあちゃんとおじいちゃん2人いはるんですけど、うん、そこのお家に3ヶ月ぐらい止めさせてもらって、うん、<laughs> 3人でってことですか <laughs> <laughs> えーすごいなるほどいろんなお手伝いもしながら徐々にあの鹿のさばき方を教えてもらったっていうのは、うん 4回生の5月春ぐらいにその経験をしていやもうバイタリティーがすごいこともさることながら何 <laughs> かなんでですかねなんかま極論外注する方法もあるじゃないですかこう自分たちは企画だけして、はい、まこう誰か雇ってきてなんかやっといてよみたいな感じにするとかっていう方法も考えられたかなとは思うんですけど <laughs> あえてこう自分たちの手できちんとそれをえっと得得しようと思われたのはどうなかなどういう 鹿をさばくっていうのは、うん、まあ命と向き合うことにもあるんですけど、うん、やっぱり誰にでもできないなっていうのもありましたし自分たちはその死体の山っていうすごい残酷な現場を見たからこそ自分たちの手であさばきたいっていうか自分たちの手でこう。 命と向き合ってそれをお肉として売っていきたいなっていう気持ちがあったので害虫 <laughs> とかかはあんまり考えなかった自分たちの手できちんと向き合っていきたいっていう思いがあってあのそういった選択をされたと思うんですけど、まあ、実際にそのじゃあ販売するってなった時に、まあ、こう食,べ食べれる状態にするとか裁くっていうところもさることながら、まあ、いわゆる販路開拓みたいな話もあるだろうなと思っていてなんかそういったところはなんかご苦労だったり工夫だったりとかっていうのは。うん あったんんじゃなないいかかかと思ううででですすががそ販売営業活動とか全くしたことなかったですし、うん、本当に全てがやりながら教えてもらってっていう感じなんですけど、うん、なんか販売もやっぱ田舎の方では結構鹿ってすごいそこら辺にいたりとか鹿肉に全然抵抗はないんですけど、うん、都会の方って。 シカとかジビエ料理が好きでもなかなかどこから手に入れたらいいかわからへんとか、うん、そういうあの飲食店の方がすごい多くて、うん、でたまたまその今やってる3人のうちのメンバーの一人の,、うん、あの元バイト先アルバイト先がなんか創作料理みたいなお店なんですけどそこがすごい食材を大切にしてはって、うん、こう。 まあただ美味しいっていうよりもその食材がどれだけこう社会的に価値を持っててっていうのもすごい考えてくださる料理人の方で,でその方からすごい口コミで広まったっていうのがあってなんか営業活動っていう営業活動あんまりしてないんですけどなんかそういう本当にいいものはなんか値段とかよりも口コミで一番広がるんかなっていうのはすごい実感してやってます。 なるほど。なるほど。じゃあこうまあ、自分がすごい。ガツガツなんかいろんなことを言って販路を開拓していくっていうよりは、やっぱりいいものは口コミで広がっていくんだなっていうところを実感されたっていうことで、じゃ結構そのそういう広がり方をまあ、今されてるっていう感じなんですかね。そうですね。ほとんどまあ、今ちょっとコロナで飲食店さんちょっと厳しい状況ではあるんですけど、うんうん、まあ、はいそうですね。 今飲食店さん向けの販売というところのお話されていたと思うんですけどいわゆるこう飲食店向け B2B、まあのビジネスとまた一般消費者向けの B2C のビジネスとどちらもあるかなと思うんですが今やられているのでいうとやっぱりこう、うん、っと飲食店さん向けとかが多いんですかえっとコロナ前は多かったです。うんうん、ただこのコロナが来て 飲食店さんほとんど止まってしまってやっぱりい、うん、あの b to c に重きを置かないといけないということで、うん、あの鹿肉って料理の方法難しかったりとかうん、うん、一般家庭で全然出てこないっていうのがあると思うので一般家庭でも食べやすいようにタレ漬けにしたりとか、うん、ハンバーグにしたりとかっていうので、うん、あの今 b to c でも売ってます。 なるほどで。そういうふうにこう反動、まあ、拡大しながら、まあ、社会の流れとかに応じて、まあ、今こういろんな、えー、と模索をされてると思うんですけど今現在やられていて、まあ、どういう何て言うんですかねモチベーションだったりとか気持ちだったりとか、まあ、今どういうふうにあの活動を今されてるっていう感じなんですか今もうだいたいいた年半ぐらいたっ ってっていうところで、まあだんだんこう何もないところからこう少しずつこうねいろんな人に広がっていってるところなのかなと思うんですけど、今っていうのはどんな感じでされてるんですか。うん、えっと今は、うん、そうですねあのなんていうのうんうん <laughs> 今はもうあの開業って言っても 創業してからまだ開業が10月なんですよ。私たちこの前のあそうなんです。じゃ、今もう本当にまさじゃ始まってっていうところなんですね。そうですね創業してから、その食肉処理場、鹿を解体する場所を建てるための土地を探したりとか、うんうん、周りの住民の方との合意形成を図ったりとかしてたら、もう10月になっててで、やっとこの前の10月に開業できてっていう感じです。 じゃあもうここからまさにいろんなことやっていこうっていうタイミングなんですね。そうです。<laughs> ありがとうございます。じゃあやっとあのー。 今、現在というところまで戻ってきたので、えっと、ここから、えっと、ご質問、質疑応答の時間に移っていきたいと思います。えっと、まずチャットで一件いただいているのはこれ角田さんと読みするのかな、角田さんと読みするの、ちょっと<あ>んさん、はい、ありがととうございますちょっとお読みできればと思いますえ。現在、ソーシャルキャリアについて伝えるメディアを運営している、えー、と角田さんいいんですね。はい うすと申します本日はお話ありがとうございました1点質問なのですが、えー、就職先生に起業となるとある程度収入面でも見込みがないと決断できないと思うんですがいけると思った理由をお聞きしたいですということでこちらお答えいただいてもよろしいですかはい収入面お金の計算っていうのはもう会社を作るって決めてから本当に鹿肉でいけるのかっていうのはすごいみんなで計算しましたし、うん、計算の方法もまあ先生に見てもらったりとか。 やっぱり今って何て言うんですかそのま収入いけるっていう前提はあの前提であって、はい、あの京都信用金庫さんとか信用金庫がすごい今力を持ってるなっていうのは感じてて私たちもご融資いただいてるんですけどそれも大学の時にこういうことしたいですって言ってじゃあもう融資こういうのあるからっていうので紹介してもらってなんか昔の企業とかやったらすごいお金の面とか厳しかったりとか なんかなかなかお金貸してもらえへんとかあったと思うんですけどなんか今の時代ってこう新しいことに挑戦する人に価値を持ってくれてるっていうかお金を渡してくれたりとか、まあ、そこだけに頼ってたら絶対ダメですし自分たちでこう回せないといけないんですけどなんかそういう面ではなんかお金に困るっていうのはなんかあんまり考えてはないですね。すごい、うん <laughs> はいは えすすいいいません追加ででお聞きしてもあのまあそういったこうまあファイナンス的なところのそのまあ設計ってすごくなんていうんですか、ね、こういわゆるまあ経営的な知識を持った人に見てもらうっていうのがんかこう、まあ、セオリーかなみたいな感じで、まあ、思ってるんですけど当時そういうんていうんですかね事業計画を一緒に見てくるようなこうメンター的な存在の方ってもいらっしゃったんですかあいましたあのあれ何やろ まあ、京都信用金庫さんの職員さんがすごいあのゼミの活動でも関わりがあったのでその方にこういうことしようと思ってるんですって言ってあの事業計画書見てもらったりとかあとはあの京都の中にもそういう学生ベンチャーを応援する団体っていうか商工会から派遣されてる方とかいろんな方が集まった場所があってなんかそこにはすごい相談させてもらったりとかしてました。 結構そういったなんですか、ね、周りの方のこうサポートをもらいながらという。何も経営学部でもないですし、うん、でも分からなかったので <laughs> でもやっぱいけるっていうのは誰もこれでいけるとは言わないんですよね保証がないから、うん、周りの大人は絶対これ売れるしいけるでとは言わないんですけど、まあ、最初決めるのは自分たちなので、うん、それはどれだけ考えてっていうところはありました。 ありがとうございます。とてもあの参考になりました。僕自身もまだ大学3年なんてなんかちょっと今後の進路とかも考えてるんですけど、<ー>ちょっとなんか僕も頑張ろうと思えるようになりました。<laughs> <laughs> はい、もうちょっとそうですね、考えながらいかないとなると思い、はい、ありがとう。いございますぜひあのメディアの URL も載せていただければ、恐縮です。なんかユニークさんで、あ<ー> <laughs> 全然全然全然載せていただければ、後で私も見たいなと思うので、<laughs> はい、ありがとうございます。 よかったら。はい、<laughs> すごい、あ、インタビューとかいろいろされてらっしゃるんです、ね。あ、そうです。実は僕もインタビューしてて。はい。あ、すごいあの。めちゃくちゃたくさんやってますね。わ。いや、もう、まさしく江口さんのような方とか。うん、あの。 す素晴らしいなと思って。さなんか、ゆ、はい、くゆうインタビューとかイベントとかなんか一緒にできたらいいなみたいな感じで、ちょっと <laughs> 下心がありながら。大丈夫です。下心じゃないです。申し訳ないです。純粋な気持ちです。<laughs> はい、<laughs> ありがとうございます。はい、他の方も、もし何かご質問あればいただければと思うんですけれども、えっと、ちょっとお声出すの難しいよっていう方であれば、あのチャット等でもいただければと思いますので、えっと、もしあれば、 もちろんお声でも結構ですので谷さんとかいかがですかいいですかあ,ありがとうございます。あの今までこう授業をやってきた中で、まあ、いろんな経験を踏まえてこれからこうもっと展開していきたいっていうような何かやりたいこととかってあったりしますかやっぱり鹿肉ってすごいおいしくて私自身すごい魅力的な食材だと思ってるのでそれを広めるためには自分たちで飲食店を経営するのが、まあ、最終的な。 あれかなと思ってますありがとうございます、ね、大丈夫ですかねありがとうございますちなみに最後の質問が今後どんなことにチャレンジしていきますかっていう質問だったので、はい、ちょっと、はい おって <laughs> 先に少しお話もいただいた部分なんですけれども、えっと、ではあのここまでで質疑応答を終了とさせていただいて、えっと、今後のご質問に移っていければと思います。今少しあの先回りでお話もしていただけた部分もあるのでちょっとここについてあの詳しくお伺いしていければと思うんですが今その、まあ、最終的には飲食店を経営されていきたいというところもあるんですがあの 今のこの授業だけではなく、まあ、人生を通じて、まあ、今後どんなことにチャレンジしていかれたいのかということについても教えていただいてもいいですかはいえっと人生をやっぱり鹿肉今は鹿肉をさせてもらってますけど、うん、なんかこれからいろんなことに本当に挑戦したくてなんかまあ自分が言ってた ずっと高齢者のこととかやっぱ地方ではどこも問題なっていうことなのでもをやってみたいなと思いますしなんか今企業一つして軌道に乗せてる途中ですけどなんかこれだけじゃなくてもっといろんなこう視点からいろんな人を巻き込んでなんかもできることはないのかなっていうのはずっと考えてます。なんていうの。うん、地域もっと地域っていろんな課題があるのでその課題をいっぱい集めたコミュニティっていうか。うん を作って、もっとこういろんな方面から解決していけたらなあとは思います。なるほど、ありがとうございます。今のその、今こう、いろんなことに挑戦していきたいっていう。まあ、モチベーションというか、こう好奇心とか意欲の源泉っていうのは、どういったところに今はあるんですか。うん、源泉はやっぱり。なんだろう。新しいことをしたい、常に、うん、なか。 どっかでこう安定したくないっていうか、ずっと新しいものを見て、新しいことを感じて、うん、挑戦していきたいという気持ちは、うん、多分小学校の時からずっと変わってなくて、なそれはもう一貫してずっとある、まあ、その好奇心っていうとちょっとあれですけど、何か新しいことを見たり聞いたりやっていきたいっていうところのお気持ちが結構強いっていう感じなんですかね。 ありがとうございます。ではえっとここまでであのまあ今後の展望というところもお伺いできたと思うので、えー、クロージングに入っていきたいと思います。それではえー、お時間にも近づいてまいりましたので本日のユニーキャララウンジ以上とさせていただきたいと思います、えー。ゲストは江口のどかさんでした。江口さんありがとうございました。ありがとうございました。